合なんですよ。何時に飲んだ？8時ぐらい。バッファリンじゃないよ。そのトレーナーが主催したの。それが31日にあったイベントみたいな。すげえ。これ合わせて購入して。選手は今年の7月の北海道までやってきたんです。
誰んだよ、誰だ、
配信ってのちょっと盛り込んで俺らは翔太しか思いつかないATP ポイント発行しようとする。当時はまず全員です。あー、本当にしかし
しなさいましたか。斉藤和也。なんていうか、スコアってゲーム取れないから時間だけ伸ばす。頑張ったんだなI
そうっすね、はい。本田さんに、何、ナンパされたの、また。あ、どういうんですか。本田さんに。あ、そうですね。そうっすね、はい。どこだ、エバランス。はい。ごめん。大丈夫です。Thank you.
できないかなとか、後半の方が疲れてるとか、つらなくなってきたから。スリーセスの時はまだ風邪ひいたって言ってたのかな。体調的にコンディション悪いときは体調が落ちるらしいし。
や。21ぐらいから感じてる。やけどするまで変わらないから、ね。同じ年として言ってやってんのに。しかねえから。なってから言ってやってくださいとかみんな言うけど、ね。前にちゃんとしなさいって言うみんなそうでしょ。ユーマさんの強制終了されたんだから。いやだから今回よくこんな勝ち上がって信じられない。前日まで入院だった久々だよ。こういうなんて5大会連続でさ、全日本ジュニアトップ10をコンプリートしそうな初戦で
イハラヒラス倒してたよね。ピーターミンゴマグスリーしかも美味しい。もうなんかすげえというか、最初喋るんだよ。なげた。あとはやりたかった。なんかスコアのことだったらなんだけど、6、1、2、2、6、はい、ファーストは1本ぐらいしかって余裕だったの。それがね、まあ、こっちこれはまだ辛い時間でやってる、開きの前日、そう、前日してくるだけなんだ。中途半端だし、これ。まさか抜き上がってないと思って。でももう、何本見るのかわかんない。でも前日って、前日、終わったオーダーも、なんか、今、詰めが結構見るんだよ。ビビらずに抜けるんだね。ちゃんと抜けるから抜けなくて。わっ、評判聞いて油断してたのもあるかもしれないけど、でも超絶って言われた。ここ死んでるかもしれない。いや、死んではいても低いからね。でもね、左利きなんですよ。うん、乗っちゃってると思います。
点でストレートに引っ張かせれば、まあ、ネットするじゃん、まあ、全部決められる。フラットドライブでボンボンやる。最初の3ゲーム03だったからさ、10分もかかってないから合わないよね。お、来ないから。あーもう、そうですね。よく言うよ、ライトオレだ。これまだ設定にかかってる。かかってるけど、伸びてあったな。
だそりゃ。いげーよ。頻度で行ってるけどね、生体とか。あ、そうなの、ね、一番向かっていいですか、ね、最近川崎にいる先生をすごい信頼してるから、まあ、家から近いって言われてラッキーだから、チャリで行ってるから、うん、で結構あれ評価の高い人だったり、でその先生結構言うから、ピンさんがどうか、普通に言うから、真っ白に垂れてるから3枚ぐらい、今ちょっと交渉してんのと、あの、仕事してるから、治療費を安くしてくれる。初回が研究者たちなんだけど、その後からが、学生に、まあ、そのまとめチケットみたいなのがあって、その3000円分ぐらい安くなるとかで、その8回分のチケットとか、そういうのは、なんだっけな、もっと伊達公子の、内山くんにも近づいてほしい。いや、受けたらね、分かるよ。見た目とボールの威力が結構やばい。値段も取りますスタイル。楽しんでいくと。その地域ですね、すっごい長いと思うけど、ちょっと高いのかな。引き去っていいですか？
爆発しないんだね。何ですかね。
ターンマジですげえよな。今日何本見ただろうね。難しい。それでさ、さらにさ、ね、学校行かなきゃいけないわけじゃん。高校とか通信とかもあるけど。ニックニックの中身ではなかなかやってるじゃん。中身は。まあまあ。Thank you.
Thank you.